ブレティニスール・オルジュ駅脱線事故とは、中央ヨーロッパ夏、時間2013年7月12日17時15分頃に、フランスのブレティニスール・オルジュにある、ブレティニスール・オルジュ駅において発生した、鉄道事故である。385人の乗客を乗せ時速137キロメートルで、駅を通過しようとしたアンテルシテが脱線し、事故車両の乗客と駅にいた。 利用客のうち少なくとも6人の死者と30人の負傷者が発生した。脱線した車両が駅のプラットホームに乗り上げている様子を示した図。大々色は客車、茶色は機関車。事故はフランスにおける本格的な夏休みシーズンで多くの人々が列車を利用する機会の多い中で発生した。事故を起こした列車は特急列車アンテルシテで、 BB26000 型電気機関車1両が客車7両を牽引する8両編成であった。当列車はパリのオステルリッツ駅を16時53分に出発し、パリボルドー線をリモージュに20時5分到着予定で走行していた。事故当時は385人の乗客がいた。事故現場となるブレキニスール・オルジュ駅は、該当列車は通過駅であり、17時15分頃、 時速1 3 7トルの速度で駅を通過しようとした。駅の通過速度の上限は時速1 5 0トルであり、制限速度内である。しかし、駅を通過する直前で大きな衝撃音と激しい揺れが発生した後、客車7両のうち後方の4両が脱線し、うち6両目が駅の島式プラットフォームに乗り上げ、7両目は反対側の線路に突っ込み、 まるでプラットフォームを列車が飛び越えているような形となった。4両目は脱線しなかった機関車と前方3両の客車に牽引される形で脱線しつつ引きずられ、5両目以降は連結が外れて駅に取り残される形となった。この事故で385人の乗客のうち少なくとも6人の死者と30人の負傷者が確認された。 負傷者のうち8人は重体である。一時死者は7人と報じられたことがあったが、その後訂正されている。また、プラットホームに乗り上げた車両によって、ブレティニー駅の施設の一部が破壊された。死者のうち4人は、ブレティニース・ール・ールジュの住人で、駅で別の列車を待っていた際に、プラットホームに乗り上げた車両に跳ねられたとみられている。残りの2人は、 列車の目的地であるリモージュの住人であったことから列車の乗客であると推定されている。運転士が事故直後に事故発生時の対応を取ったため脱線した場所に向かってくる車両に事故の知らせが入り二次的な事故は発生していない。事故の対応には約300人の消防士、20病院の医療チーム、8台のヘリコプターが動員された。事故原因の調査は 事故の翌日の13日から行われた。事故直後の調査で、駅を通過する約200メートル手前にあるポイントのうち、レールの片側にボルトでつながれ、レール同士をつなぐ役目を果たしている約10キログラムの金属プレートが外れて壊れていることが判明しており、脱線の原因はこのプレートが外れて、ポイントの真ん中に移動することで車輪の動きを妨げたことにより、 客車の3両目と4両目が最初に脱線したことであるという見方を強めている。また、列車の乗客の証言にも、この場所で大きな衝撃音がしたというものがある。通常このプレートはロックワッシャーを使って4本のボルトで締められており、部品が外れたことに疑問を投げかける専門家もいる。フランス国鉄総裁のギオームペピは、この調査結果を記者会見で述べた上で、 プレートが外れたことに対しての疑問視する声には、その点は大きな疑問だ。推測するには時期尚早だ。と述べた。ポイントは7月4日に点検が行われたばかりであり、この時に異常は確認されなかった。また、事故の約20分前に別の列車がこのポイントを無事通過している。一方フランスのメディアは、事故の背景に在来線を中心とするフランス国内の 鉄道網全体の老朽化を指摘する声がある。フランスのキュビエ運輸、海洋、漁業担当大臣も30年前の線路のままで需要に応えきれていないのが現状だ。と述べており、老朽化を認めている形である。また、運転士の対応が適切であったことから、事件に人為的なミスは考えにくいという見解を述べる。一方で、点検がおろそかになっていたことは否定した。 事故が発生したらー、シー線は、事故翌日の13日も、全面運休して、事故調査に当たった。同日の正午には、フランス国内にあるすべてのフランス国鉄の駅で、駅員や利用客による1分間の黙祷が行われた。ブレティニスール・オルジュ駅は3日間閉鎖されるため、大体の長距離輸送に、バスの路線が用意された。また、事故原因になったと思われる。 ポイントの部品は同型のものがフランス国内で約5000カ所存在するため、問題の有無を把握するための一斉点検が実施されている。事故から2日後の14日はフランスの革命記念日であり、これを記念する軍事パレードが開催されたが、地元メディアはこの事故を踏まえて悲しみの中の革命記念日と報じている。ありがとうございます。